第1期 JPML-WRC リーグベスト16 A 卓の様子をお届けしております。実況の江里川舞子です。よろしくお願いします。そして解説は今野慎太郎プロにお願いしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは最終戦となりました。このまま対局ですね。ポイントはい、そうですね、失礼しました。はい、では現在のポイントなんですけれども、勝又プラス 77.5、 そして菊原マイナス 12.5、 そして一つ井がマイナス 26.2、 そして山田がマイナス 38.8 ポイントとなっております。はい、まあもう勝又はほぼ確定ですね。はい、まあ、極端な話を言うと、はい、役満放従してようやく並びぐらいなんで、うん、まだそれでも上なぐらいなんで、はい、勝又はもうほぼ決まりですね。なんであと3人の争いと、はい、でさっきね、オーラスの放従で、はい、やっぱり大きかったですよね。菊原と一つ井の差が 13.7 ポイント、ね、はい、一気に縮まりました。なので、はい、1着順の3700点なんで、うんうん、まあ例えば当院局に一つ井が3900点上がるとその段階でも逆転ですね。2000点の直撃でも逆転みたいなもん感じです。ちょっとした上がりでも変更になりますね。はい、で山田も、はい、その2着の菊原との差が 26.3 ポイントなんで、はい、2着順と6300点か、1着順でも16300点差なんで、うん、まあそこまで不可能な点差ではないという感じですね。はい、じゃあ始まってからまた詳しくお願いします。はい、大混戦ですが、第1期 JPML-WRC リーグベスト16 A 卓、それでは4回戦東杯の開始です。はい、それでは対局を開始してください。さあ最終戦始まりました。ちいちゃ勝又、なんちゃひとつい、シャーチャ菊原、ペーチャ山田の並びでスタートしております。さあドラはパーマン、本当にもう一つの上がりでも着順がどんどん変わっていくというかなり大混戦の最終戦を迎えております。そうですね、あの、はい、それがこの11点制、はい、通常の A ルールですと、はい、あの浮き沈みで11点がプラスマイナスになるんですけど、そうですね、はい、これは順位に、11点がついてるんで、はい、まあ、面白いところですよね。順位の入れ替わりで意外と何ですかね、 点数が入れ替わると、はい、マイナスプラス関係なく、原点からのマイナスプラスは関係なく、そうですね、ポイントがついていきます、はい、さあそして親番勝又の手牌、なんちゃ一つい、さあペイがドイツですが、チャンタイ向かうのか菊原、そしてこちら山田トンがドイツです。どうでしょう、勝又としてはもうかなり条件的にはもう一人で、あの浮いている状態なので、はい、もう無理はせず本当に曲を流していくという感じでしょうか。いや、あの普通に打てばいいんですよね、うん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 、普通に打って普通に終わらせれば、はい、周りの本当三者ですね、はい、さあ一つ一数万シャアを切っていきます。菊原も、そうですね、さあ中央をあんこにした菊原、そして山田、こう3層から切っていきました。一メンツ落としに行って本ツと、はい、本ツ、あーいいとこ引きましたね、チーワン、さあ勘チーマンを引き入れた一つい、どうするか、ウーワン先打っとくか、はい、3度数層落とすか、さあ選択です、ここでどうするか、悩んでいますが、数万先、はい、ここは数万ということは6チッパにしたいと、
で、ウーピンの方を落とすのかな、はい、それかウーワン打って、でも5号チンがなりづらそうなんですけどね、はい、さあ、そしてマンズを引き入れた山田。さあ、ここで両面に変化しましたが、まあなるべく逃したくないってことですかね、はい、山田は3万つもぎりだったのでここはチートイツでしょうか。そうですね、名本チートイが本線ですね、はい、もう勝つなったらやめてますね。はい、さあここで一つ多分山田の3万も見てやめましたね。あ、さあここでさらにドラのカンパーマンを引き入れた菊原。一気に本一行くか先に流派打つか、うん、はい、本一に行きました。ヤンピンを切っていきました菊原。さあ一つ1個で3万つもぎりです。さあこの3万を仕掛けたのが菊原。本一ちゃんだチュンドライチですか。はい、もう漫画ですね。勝又からはルーが出ませんから、はい、一つ今いいシャンテン、ここも嘘いいとこ引きましたね。あとルーハーが山田に1枚、ここも出なそうですね、はい、ということは山に1枚、山田に1枚、勝又1枚の流派しかし出ないので、菊原一つに追いつきたいですね。はい、さあその一つの手牌ですが、追いつきました。はい、オリッチですか。さあ9ピン3枚切れ、でもこれもリーチいかないと、はい、行きました。はい、ここでリーチをかけた菊原はどうだ、2ピン現物、菊原は通ってない牌を引いた時にどうするかですね。はい、そうですね、菊原、さあ勝又、さあここにローキューピンしっかりと止めていきます。さあローキューピンの天牌が入っている一つ、そして菊原なんも切れる、はい、ローキューピンももう薄いですね。ローピンは2枚あるのかな、ローピン2枚だけですね。9ピンは構え川に 3枚、はい、3枚と勝又に1枚手の中ですね、はい、流派が1枚、はい、さあどうだ、さあすそ打てるか、これ菊原流派の方が打ちやすいかもしれないですね。ションパイとはいえ、あ、やめた、確実にここでペイを落としていく菊原。さああとは一ついですね、でこれが相手ですね、はい、一人天牌ですね、一つ目の一人天牌、はい、ここは一つ井の一人天牌で流局となりました。まあ一瞬の出来事なんであんまり意味はないかとないのかもしれないですけど、はい、これで、一応逆転しました。一つ井の方が上になりました、うん、はい、本当にこの流局だけでも動くという、そうですね、はい、さあそして親番を迎えます一つ井と二局一本場、教託にはリーチ棒が一本、ドラはパーマンです。さあそしてこちらが一つい、お、ドラドラですね、ここは上がりたいが、そして菊原、うん、そして山田、おっと白が統一になりました。マンズが多いか勝又、あとドランコ、おっとダブトン統一ドランコ、菊
奥原からもしかしたら泣けるかもしれないですね、うん、このトーンは。山田のトーンは結構時間かかると思います。あ、はい、さあマンズの方いつへ向かっていく。うわ、マンズが伸びた。あ、それでもチューンからチューン合わせる、合わせていきますね。はい、はい、いや、ただどちらにしろ山田菊原、はい、2人が抑えきることはちょっと難しいと思いますので、うん、まあ泣けるは泣けそうですね、このトーンは。はい、そうですね。さあパーサー、これでいいシャンテン、はい、まあ、9番打っといてもいいですけどね、うん、ローワンか、ここはローマン、うん、はい、ということはもしトーンが泣けたらどちらかのカンちゃんを落として G1、Q1 にしたいと。はい、うん、はい、トーン泣けました。さあここでトーンを仕掛けたダブルトーン、 Q1 を行って目いっぱいにしましたね。さあこの仕掛けを見て周りはどう動くのか。さあここで馬を持ってきた勝又、そして一つ岩この手です。ダブトーンを泣いて、そしてドラのパーマンアンコ、うん、もう勝又に関しては1枚泣いた瞬間も何も泣けないですから、はい、うんうんうん、もうここからは、はい、もう何も泣けないです。抱えていく形ですかね。さあ菊原は、まあ、とりあえず金は打っとくんですけど、はい、テンポ入った時リーチ行くかどうか、うーん、まあ、勝負どこと思えば行くでしょうしね。はい、目いっぱいにするか両面固定にするか。さあどうするか、うん、両面固定の方を選びましたね。はい、ただ6球層が意外と薄い、うーん、急走はない、すでに。そうですね、急走は山田の手にあんこですね。うわぁ、数走、あー、トン、とりあえずトン、はい、転廃したら暗冠して勝負ですかね。はい、一つ いいピンをつもぎり菊原、そうですね、数層観光になっております。あ、これで反感して勝負に行きます。はい、それリーチですね。なんなら引いてしまえと思ってるでしょうけど、うん、あ、引いた、おっと、うわ、大きい。さあここは菊原の上がりとなります。リンシャンツモドライチですね。はい、リンシャンツモドライチ1300-2600、はい、ここでまさかのツモ上がり、1300-2600の上がりとなりました。菊原、ここは本当にダブトンドラサというちょっと大きな手をかわしての上がりとなりましたね。うん、そうですね。さあ、まあ、まだ諦めるような点差じゃないですけどね。はい、そして菊原が親番を迎えます。ドラは9万。ざっと 3.7、ざっと万眼積もぐらいですか。うんうんうん、さあシャアから切り出していきます。さあトンガと一つ一ついですね。うん、さあちゃんたも見えるか、どうする。ここでトンを切っていきます。さあ早速一つ岩がこのトンを仕掛けます。動いてきましたね。はい、そうですね。
ということは親をやらせたくないと、はい、それ以上差を開かれるのは嫌だってことですね、うん、この菊原の親番を流したい一つ井が積極的に仕掛けていきました。そして仕掛けての一つ井の手がこちらです。ヤンマンを切っていく。でこの泣きに関しては、はい、勝俣が泣かれても構わないので、うんうんうん、まだ普通に打ってくれますね勝俣は。はい、はい、泣かれても構わないと。さあ菊原、菊原から仕掛けとかリーチが入った瞬間にもう何にも出てこなくなりますね、うんうんうん、さあ、ローマン打っていきます。そうか、なんとか。さあ、急走統一になり、ワンチャンを払っていきます。そして勝俣。これでいいシャンテ。はい。関数相当リアウピーのいいシャンテ。一つの手が進んでいきます。さあさらに仕掛ける、はい、これで関数層のテンパイですね、はい、ここで一つにテンパイが入りました。関数層のテンパイです。数層は、うん、これ一つの早い仕掛けなんで、はい、菊原から見るとちょっと高いように見えてるかもしれないですね。ドラ2枚以上あるように見えてるかもしれないです、うんうん、ただチュンは打てるのでテンパイは取るでしょう。この数番を打つかどうか打たない、うん、やっぱそうですね、はい、ちょっとまだ打点がわからないので、そうですね、休みという形ですね。まあテンパイ入ってる時数番勝負するかどうか、はい、おっと菊原も仕掛けました。さあローキューピンでテンパイが入ります。うん、これただ上がって2500か、積もって700ホール、はい、うん、あードラが出た。これだと打ちやすくなりますね菊原。さあさあ山田手が止まります。山田からしてもドラがないじゃないですか、はい、でどっちかが高いって、うんうん、ドラを抱えている可能性も、はいはい、なので打てないんですよね、うん、打っちゃうと自分の勝ち上がりが遠くなっちゃうんで、はい、でも実はドラは誰も持っていない、持っていないと。ああ補充になった1500。はい、ここで白1500の上がりとなりました。菊原の上がりです。1500で上がりたのは、まああの一つの手がドラを持っていて高いと思ったからかわしに行ったと思うんですけど、うん、はい、ここの1500の連チャンって結構リスクも高いんで、うん、まあ一つ位から1500直撃できたのは多少良かったんですけど、うんうんうん、さあ競っている一つ位からの報酬、そして菊原の上がりとなりました。トン三脚一本馬、菊原の親番です。ドラはローマン、そうですね、打点に見合う仕掛けだったのかなというか、なかなか進む勇気がいる、うん、そうですね、はい、さばきではありましたよね。さあ
ローソー両面に変化します。そして山田、さあローマン統一なのが勝又、そしてこちら一つい、手が伸びてきました。いいシャンテですね。はい、菊原の手が進みます。関三万引いたらリーチ打つのかな。うん、はい、はい、イシャンテンの菊原の手、こちらですね。後継ならばという感じですかね。ドラがないんで、はい、カンサーマンの先行はちょっと怖いと思うんですよね、うんうんうん、さあ山田も苦しいがマンズの本一、手が伸びてきました。チャンタですね。一つここは9ピンを打っていきます。ペンチーピンを嫌った2枚切れ、さあこちら一つい、さあチームを切ってうまくいけば二差しの三色、ね、はい、もう山田も動いてきました。山田が仕掛けていきます、はい、さらにそれをついも、はい、ポンテンですね。リャンピンド9万、はい、仕掛けました。これで菊原二差しの三色いいシャンテン、さあ進みますが、ここは仕掛けが入ってでどうするか、リアンゾーかローソーつか、ローソーから、はい、はい、さあ勝又数万を切っていきます。一つ言えばリアンピンと9万のシャンポン待ち。山田の欲しい難は勝又のところに行っちゃいましたね、はい、勝又のところに行ったら出てこないです。一つ言えカンパーマに受け替え、はい、受け替えました。おー絶好、絶好の続いた、はい、関三万これ上がれたらちょっと決め手に近いものがあるかもしれないですね。あー3万だ、ここで、うわこれはこれが菊原の上がりとなります。これは結構決め手に近いものになる。あーちょっと表情が、はい、タンヤをタイヤ三色ですね。3色、はい、タイヤを三色。7700です。はい、これは大きな上がりとなりました。菊原への上がり。そうですね、三色狙った通りになりましたね。さあ大きな報酬となってしまった一ついですが、菊原の親番が続きます。さあドラはローマン、菊原現在4万5000点そしてこちら親の菊原の手、結構開きましたね。白をあんこにしているのは山田、勝又またEピンから切っていきます。そして一つい、もう一ついは、はい、さっき前2曲のように、はい、安く流せるような状況じゃなくなっちゃいましたね。あここはもう親かぶりをさせていかなきゃいけない状況になりましたね。もうここは打点の大きなものを作っていくという大きなものというか、まあ最低でも万願積むぐらいを狙っていかないと、自分も打点を取りつつ、そして菊原も落としていかねば、そうですね、菊原の点を削っていかないと、はい、いけないわけですね。さあ一つい、ここで三層つもぎっていきます。菊原9万が統一パーマンを切っていきます。
ここで数万打つも数層打つも、はい、失礼しました。さあ菊原ここで悩んでいますが、イペコにしたいと、はい、ピンズのイペコを考えている菊原。さあ一つ芋なかなか入ってこない。山田としては、はい、ここはもう白眼子ですが、はい、もう菊原あの、はい、まあ単純に、まず逆転しなきゃいけないんですよね、はい、そうですね、菊原を、はい、で現状、まあ、大体17000離れてて、はい、もともとが 26.3 ポイント、うんうんうん、でも逆転が前提なんで、はい、実質の点差は、はい、まあ30、35ぐらいですかね、うん、35、34か35ぐらいですね、はい、さあ勝俣がこれを仕掛けていきます、はい、勝俣はもう普通に手を進めると、はい、で誰かから巻き返しが来たり先手を取られたらやめると、うんうんうん、まっすぐ上がりに向かいつつですね。さあ、うん、さあ山田ポンテンを取りましたね。はい、山田仕掛けていきました。スッチーピンのテンパイ1300のテンパイ。さあ白ですが、菊原ここで嘘。さあ一つここで三層悩みます。これはつもぎり、この数ピンでやめそうですね。はい、菊原ここで数ピン、はい、9万の統一落としです。完全にやめたわけでもないのかな、うんうんうん、復活できればしたいって感じですかね。しかしここで仕掛けたのが勝俣。勝俣もスチーピン、 はい、単用のテンパイが入っています。積もりました。さあ山田400-700ですね。はい、白400-700の上がりとなりました。日本馬ですね、はい、400-700は600-900、はい、さあ山田積まれましたね。463のそのまま親番を迎えます。山田3万点ちょっとですね。今山田と菊原の差が8000を折ると逆転、直撃だと18000直撃で逆転ですね、現状ですと。さあそしてその山田の手配、ドラはパーピンです。一対と菊原の差が実質、20ポイント弱ですか。はい、ハネマン直撃で逆転、そうですね、 24.9 ポイントの差ですねと今の打点を計算すると。ただその場合、はい、そうか、山田との点差もあるんだな。うん、まあその辺はちょっと複雑に絡んできそうですけど、はい、そしてただ親の山田が厳しい形、ね、いや厳しいですね。国士無双一発でクリアっていうのもありますけどね、山田ちょっと今日ここぞという時に苦しい出会いが多いですね。手が重いですね、うん、で手の形ができてきたと思ったら浮いてる牌が当たりとか、はい、そういう展開が多いですね。勝負に出た瞬間に振り込んでしまうという、さあそして勝俣、一つ今、うん、打点が見えない。うん、
さあここは初を切っていきました。菊原赤妻田ですね。さあいや菊原です、菊原です大丈夫です。下がここで数層切り、とりあえずこの親番は国士無双にしそうですね山田は、うん、はい、でまあダメならオーラスの親もあるとまだ、うんうん、今はそこにかけて打っていくか。さあ一つ手をつもぎり、菊原もねもうこれがカンパースを残さないってことは、はい、やっぱり役がある形を作ってなるべく安全牌を持ちたいんですよね。うんうんうん、菊原ですね、はい、さあいいピン切り、さあ山田キューピン打ってきました。そして一つい地層先ですね、はい、これでいいシャンテン、はい、馬を引き入れました。菊原いいシャンテンです。山田はメンフンチートの方移行してきましたね、はい、キューピンを切っていきましたね。一ついもいいシャンテン、さあ一ついも進みます。さあどうなるか、テンパイをいち早く入れるのは目いっぱいになるトーンですが、椅子ワンは振り点、ここは3枚、はい、つもぎっていきます。これポンテンですね。さあここで菊原が、はい、換算像のテンパイです、はい、テンパイを入れます。この三像ははい、単葉のテンパイを入れた菊原、この山に2枚ですね、はい、そうですね、勝俣が統一、残り2枚は山になります。勝俣からは出ないでしょうから、はい、あでもこの菊原の仕掛けだと打つかもしれないですね。自分の手を進めるために出るかもしれないですね。菊原に打っても局が進みますので、うんうんうん、勝俣は自然な形であれば三蔵打つかもしれないですね、はい、天牌が入ったりとか貫通層が泣けたりとか、素直に進めていった時にっていうこと。あ、どう待ちか、今ドラで天牌崩しましたね、はい、あそうですね、天牌崩しました。勝俣が逆に三蔵あんこにして、パーソーとリャンピンのシャンポンになりました。はい、でパーソーが浮いてる一つ、いあーおっと、ここでパーソー、さあここでリアンマ、うん、これは粘りました。これで菊原は撤退しそうですね、うん、ドラを引いた菊原は一度引きました。さあここでローマンで考えております。うん、引いたはいいけど安全牌もないって感じですか、うん、一つはよくこのパーソーが甘じなさね、はい、チートイツにしましたね。菊原一打一打悩みます。うまい、さあ勝俣ここで3ピンつもぎりです。パーソーと2ピンでシャンポン待ちしている勝俣ですが、さあ一つい、おっと、どうでしょうかね。あ、パーソーが出てしまった。と
これが勝俣絵の本州となります。単野王ドライチ、はい、2600の上がり、これで難入です、はい、2600は2900の上がりですね。さあ18、18、3、20、18、28か、まあ、大体ですけど山田一つともに30ポイント、祖典で30ポイントぐらいの差ですね、はい、おっと、まあ、どうしたんでしょうか、はい、取り間違いかなんかですかね、展望の間違いとか何かあったんでしょうかね。あ、マグネットを今の中に落としてしまった、展望の多分中か、あ、なるほど、菊原 台の中に、そうですね、菊原の手元にマグネットがないですね、はい、一応ですね、次局あの択を開けて取るということですね、はい、ちょっと休憩に入ります。さあこの曲が進んでいきます。さあ難入しました、何一曲、あらららら、親は勝俣、さあ、まあ、今こちらの席だと、はい、あの天井カメラ、カメラが見えるんですけど、はい、択がトラブルしてます。あ、おっと、なのでちょっと長めの休憩じゃないですけど、はい、入りますね。さあこの曲が終わったらですが、はい、菊原の手がすごいですね。あ、一つにも動いてった。さあ、はい、一つに積極的に仕掛けていきます。そして菊原、マンズがすでに9枚もあります。そうですね、まあ、勝俣はこの親は1曲で消化するでしょうから、はい、菊原が決定的な上がりをするのか、ドラはペイです。うーん、ローピンポン見て9ピン打たなかったので、うん、はい、まあ無理はしないってことでしょうね。菊原もこの曲が勝俣の親は1曲で終わるっていうのは分かってるでしょうから、うん、はい、でも9ピン打ちました。ちょっと様子見しつつ、まだ一つ位が仕掛けてはいますが遠いということでしょうか。うーん、まあならつもぎってもよかったと思うんですけどね、うん、9ピンを。さあ一つ位、先に何の方を打っちゃいたかったのか、1枚切れてたので、あ、はい、そういうことでしょうね。うーん、一つ芋のこの仕掛け出てこないんですよね、シャアもリュウハンも。やはりこの序盤で仕掛けていくと、うーん、まず勝俣に入ったら絶対出てこなくて、はい、菊原に入っても菊原の手が相当進まない限り出てこなくて、はい、山田も出てくるようだったらそれなりに手になってるっていうことなので、そうですね、出てくるときはもう周りも相当警戒する手になっていますよね。これだと手が安い。おっと、ここでウッピン、ニャンスを切っていきます。あ、そっか、ローピンから鳴いてるから本一でいいんですね、はい、あ、そうですね、はい、ローピンから仕掛けてるので、そうですね、これでさらにピンズを重ね、うん、はい、ピンズを入れてニュアンスを切っていきます、はい、リーシャンテンですね、はい、ピンズの本位置へ向かっていきます。そして菊原、ただシャアが泣けても2000点とかによくて26とかですもんね。リュウハンコにして5200とかにしたいとこですが、シャアが泣けた、シャアを、はい、ペー打たない手もありますけどね、どうするか。あ、打たず、ウーピンですね、打点作りいきました、はい、でも菊原はやめと。さあ一つなるか、月を待つか、勘ですね、はい、ローピンを勘しました。シンドラは
1-1。はい、1-1です。ピンズではなかった。そうですね、これがまたピンズに乗れば手広く構えることもできますが、テンパイを取るか、はい、まだ倍満とかまで作りいくとしたら、まあ、倍満までいかないのか、うん、ここでテンパイ取りましたね。はい、テンパイを取っていきます。さあ、ペイを切っていきました。トイトイドラさんだから倍満までいかないんだ。三ピンと初のシャンポン待ち。リューハーは山に1枚ですか。はい、三ピンはああもう勝又が使ってますね。そうですね、勝又からは出ない形です。山田がチートイツいいシャンテン、はい、これチートイツで転売したら裏ドラ2つあるのでリーチきそうですね。あ、そうですね、さあ高層急層パーソーパーソーがまだ山にいますね。結構いますね。チュンチュンは山1枚、山田、はい、そうですね。さあ何を選択するか。おっとチュンを重ねた。いや見て、おっとここで、いや確かにパーソー絶好です。はい、絶好なんだけどこれ闇点、そうです、ね、闇点取れるのすごいな。結構ですね、カンドラもいや倍満引きたくなりますよね。あのハネマン倍満引きたくなりますよね。しかもドラないですよね。そうですね、チートイの身の上がりできるのは結構精神力強いですね、うん、さあ、はい、ここは山田と一つ井の2人転売で有局となりました。一応3000点詰めましたね。はい、でここでちょっとタクトラブルで、はい、ちょっと休憩となりますね、はい、これあそこでリーチをかけないっていうのは、はい、まあ、そのどういう意図でというか、まあ、しっかりと上がっていきたいというところですか。絶好のカンパーソーでもありましたし、やっぱカンドラもあったので、そうですね、あのパーソー歓喜ですけどね、はい、絶好ではあるんですけど、そうですね、うん、まあ後でインタビューの時聞いてみたらいいんじゃないですか。そうですね、ちゃんとメモしておいて。わかりました、今、はい、大事なメモですね、します、はい、さあ休憩となりました。じゃあちょっとポイントをまとめてみましょうかね、はい、菊原426、山田307、今ちょっと宅の状況がかぶってますね、はい、見えない。この一つ181、はい、426、10、11.9、最終戦を迎えた状態では勝又はプラス77点、うん、そこは大丈夫です、ね、あ、ありがとうございます。そこは大丈夫です。もう下が今ここまでの上がりでどう変化しているでしょうか。山田と菊原の差が実質 28.2 ですね。 28.2、まあ、11点もあるんで、はい、またちょっとあれなんですけど、まず最低条件逆転しなきゃいけない、はい、逆転した上で、16.3 ポイント差以上つけなきゃいけないんですよ。山田は菊原に対して、はい、で一つ井の方は現状426から181なんで5、一つ井の方は 28.2 ポイントですね。あ、はい、同じだ。そう、偶然ですが2人とも、あ、本当ですね、まあ、実質ですね、あの11点があるのでね、はい、また11点のあれで変わるんですけど、実質的な点差は2人とも 28.2 ポイントです。はい、ということは、2人が万眼ずつ1回直撃すると4000点ぐらいの差になります。そんなうまくはいかないでしょうか。そうですね、そうスムーズに進んだら
あれですが、さらにここでこうポイントの差が同じっていうのもまたドラマを感じます、うん、いやそうです、そうですか、感じますよでも本当にいやそんなうまくいかないですから、まあ そうですね、そんなうまくいかないですあのまあ多分どちらか追い詰めれるかもしれないですけど、はい、やっぱり結構な差ですから、うん、一つ言は実質これが最後の曲です。はい、ここを流されてしまうと相当厳しくなります、うん、ここを流されてしまうともう役満とか、はい、売直とか売満直撃とか、うん、そういうものが必要になってきます。で本当にで菊原の親はもう一曲で終わっちゃうんで、はい、そうすると最後の山田の親とで最後の山田の親は勝俣に早い手が入らなければ、はい、一つ言は大きい手を狙わざるを得ないので時間がありますね、うん、だからまあ、あとは菊原です、うん、で菊原も山田に先制が来られたらちょっと押し返しづらいんで、はい、山田の親番はちょっと時間があるかもしれないです、うんうん、それでも勝俣菊原に早い手が入ってしまったら終わってしまうというような状況ですか、はい、なんとしても一つ言はこの親番、はい、今一つ言条件も確認しつつ、はい、第1話を選んでますね。もう間違えられないですから、まあ、手は一応いいシャンテンですが、はい、安くて形があまり良くない。さあここをどうしていくか。一つ言最初は、うん、それでもいいシャンテンに取りましたね、はい、ということは3ピン引いたら即リーチか、はい、まあチーピン打ってもう一手手代わりを待つかもしれないです、早ければ、うんうんうん、まあシャーが暗号になったりしたら即リーチもありえますかね、はい、さあ何2局、一本場ドラはパーソーです。でもリーチって言えば、はい、どんな手でもハネマンの可能性があるじゃないですか。そうですね、裏が、はい、一発とか裏で、はい、だから一つが今の手をリーチって言って、はい、まあ、実際ハネマンになってもおかしくない手になりましたよね、パーピン1枚引いただけで、うん、でこれハネマン積もったりすると、はい、一気に4000点ぐらいの差にギュッてなります。あ、さあ一つパーピン引き入れてこの形、おっとここで9ピンもさらに重ねて、いやこれ難しいですね、この順目でペン3ピンリーチを入れるか、もうやっぱり最低高リーチ上がりやすさを求めたいですけど、あーリーチいきましたね、はい、ここは思い切って一つペン3ピンでのリーチかけました。で勝俣が補充することは 100% ないんで、はい、うんうんうん、あとは菊原ですが、菊原もちょっと手が、あ、もういきなり抜きましたね。ということは、ね、山田は一つ位が積もる分には、はい、まあ、別に菊原との差変わらないんで、はい、まあ、無理はしないはずなんで、うんうんうん、この曲は、まあ、ちょっと一つ位にとっては積もる時間があります。はい、ヤマトの戦いですね。 とはいえ3ピンはあと1枚しかないですね。はい、そうですね、1枚皮に切れている、そして菊原が1枚、そして山田も1枚、残り1枚ですね。その1枚を積もれるかどうかの、はい、戦いですね、曲ですね。あ、もう早くも3ピンなくなりました。はい、あ、そうですね、勝俣の手に行き渡り、はい、みんなに分散しました。で山田は単品系で進めてきてますので、ここから出ることは、いや出るというか、はい、山田が追いつくと逆に一つやピンチになりますよね、うんうんうん、さあ山田スーソーを押すと、はい、これは行く気ですね。そうですね、押しますね。組み直してるとここでスチーソーだったかもしれないですね、うん、一つ言はそうですね、うん、スチーソーの転廃だったかもしれませんが、先制リーチを打っていった。さあ菊原ここで言いそう、あんまり嬉しくない急走、うん、
でももうあの一つの4巡目リーチには何があってもおかしくないんで、はい、やっぱドラが打ちづらいですよね、どんな形であれ。そうですね、ドラのパスは打ちづらい。さあ、やった。ここはやめそうですね、ここはやめそうです。ここは一つ井の一人転廃のまま進んでいきそうです。さあ、しかしその町のペンサンピンはもう山にはありません。そうですね、一人転廃で流局になりそうですね、はい、それでも3000点入ればで連チャンできればですね、少しでも1号を自分で出しているので、はい、まあ、3000点詰まるということですね、はい、25.2 ポイントになると、うんうんうん、ということは次の局もし6000オールを積もれたら並び、はい、まあ、または1万2000直撃か、うん、1万2000直撃だと大丈夫か、逆転できるか、上になるからな。さあ、勝又悩んでいますが、ここはパーマン切り。 G1 が4枚見えてのノーチャンスですね、はい。さあ、このまま局は進んで流局となりそうです。はい、さあ、流局です。親の一つ井の一人転廃で流局となりました。さあ、少しずつではありますが点差が縮まっていきます。さあ、気合を入れた一つい親が続きます。これ山田にしても、はい、あの一回一ついがまくってくれた方が、うんうんうん、楽になるんですよね。10ポイント縮まるんで。あの山田の条件は、はい、絶対に菊原と一つ井より上に行かなきゃダメなんですけど、はい、そうですね、一つ井が上に行ってくれた方が、はい、山田にとっては楽になるんですよね。ほうほう、縮めやすいですね。そうですね、はい。さあ、南二局二本馬、教託にはリーチ号が1本、ドラは9走です。山田は一つ井に1着順、菊原に2着順つけれれば、はい、その差は1万点もないんで、うんうんうん、まあ、ここで一つ井が6000オールとか積もると一気に面白くなります、うん、はい、でそうすると菊原も親を一局で終わらせるわけにはいかなくなるんで、うん、連チャンを、連チャンというかまたもう一回突き放し、あ、お、そうですね、とイーシャンテンです。これはちょっとイーシャンテンって天敗取らずですね、はい、ペンサーマの天敗取らず、二差しの三色、うんうんうん、ないしは数万人のイーペイコーですかね。これ二差しになったら6000オールありますよ。さあ、大きな打点を作っていくのか。さあ、一つ、そしてこちら山田、白河統一ペンサンピンを引き入れましたが、うん、一応いいシャンテンですけど、はい、これぐらいの手だとまだ一つの親やらした方がいいような気もしますね、うん、さあ、ウピン切り、勝又はもう完全に傍観者という感じですね、はい、
カリアンピンができれば3ピン、はい、くっつけばいいんですが、ローピン、カーンのピン、とりあえずテンパイ、出たら上がるか、積もったら上がるか、積もったら上がりそうですね。出た時どうするか。ただいま単野王でカンウピの天牌が入っている親の一つい。いやもうリーチも行きたいんですよね、一ついも。あー積もった、上がるか、フリテンリー勝負するか。おっと、でも考えたら上がった方がいいですね。はい、さあここで一つの上がりとなりました。1000は1200オール、はい、タイヤを積も、1000オールは1200オールの上がりとなりました。すごい裏ドラみたいですね。そう、なんか本当握った瞬間にそのウーピンだって分かった瞬間すごい握りしめていた感じがありましたけども、だからフリテンリーチも考えたと思いますし、でも考えてしまってちょっと間があったんで、はい、フリテンリーチって読まれちゃうのも嫌だったと思うんですよね。一回りリーチボート1200オールなんで4600積まりましたね、はい、少しずつではありますがこの点差を縮めていきます。一つい親番が続きます。あと20ポイントほどです。はい、20ポイントほどですね。さあどこまで縮めていけるのか。ドラは初、そんなに悪くないですね。そうですね、まとまりのある手配。ここで一つい菊原はトンがんこ、トンだと役じゃない。山田はまた手を作りつつ、はい、一つが来たの任せる感じですかね。うんうんうん、お、パースを引きました。さあパースをカンパースを引き入れました。そして菊原も おっと、いいとこ行きましたね、カンチーマンですね。さあ一つはさらに、連面ができました。ここでトンを切っていく。さあ菊原、おっとここで数万、さらに、はい、ここでウーピンを切っていきます。さあ一つ一と菊原、役なしの三面ちゃんになったらリーチいきそうですね。菊原勝負かけにいきそうですね。先生であればこれでチューンですかね。さあチューンを切っていきます。またさらに換算層を引き入れました。さあ菊原、三色よりは受けの広さかな、はい、さあパーピンを切って、はい、手広く構えていきます。勝俣いいシャンテですか。そうですね、はい、勝俣の手も進んでいきます。ということは一つ言は本当に一刻も早くリーチって言いたいところ、はい、他からリーチが入ってしまうと、はい、特に勝俣からですね。勝俣からリーチが入ることはないです、はい、絶対ないんですけど、していきたい。勝俣の進行を止めたいんですよね。あ、これ両面転売ですね。どうするか、望んでいた三面ちゃんとはならないが勝負いった。はい、6球走。さあここで菊原から転売が入りました。はい、勝負リーチが入りました。イスチーマン、勝俣イスチーマン、ユーハー思い切っていく手もありますけどね。はい、勝負、勝負で三蔵かリューハーですね。三蔵から、はい、あ一発も、さあ積もりました。一発大きい。このままだと2000、リーチ一発、うわ裏が乗った、積もドラ、はい、2000、4000の上がりとなりました。菊原
ここでまた大きく突き放していきます。いやこれ大きいですね。これ本当に大きいです。さあ一発つもで、はい、あと2局ですが、1つは、まあ、大体ですけど32ポイントほどなので、はい、うんうんうん、破裂も2回とかですか。そうですね、なかなか厳しい条件になってきましたが、満着破裂もだとちょっと足らなそうなんで、まあ、とにかくここは跳ね満ぐらいは作りたいと、はい、この1局でですね、うん、でここでそれがならないと、はい、最後はほぼ役満条件みたいな感じになります。なんとかここで大物手を上がっておかないと、ね、そうですね、最低跳ね満ぐらい欲しいですね、はい、さあ菊原の親番となりました。ドラはトン、さあ9万から切っていきました。菊原、そして山田、勝又、そして白が統一が統一が、ね、うん、名本地統一ですかね、はい、狙いは。さあここは嘘をつもぎり、菊原ウーピン、ここでイーソーとしていきます。菊原はこの一局で流すとは思うんですが、はい、どうなんでしょうかね。早いテンポ入ったら上がりいくんでしょうかね。点数的にはもう5万点に近い菊原、ここそうですね、まあ、まだ最後にね山田の親がありますからね、はい、上がれるならば上がって引き離したいっていう気持ちも分かりますけどね、はい、一つはメモジとリャンシャンテンですね。さあ菊原、みんな一打一打悩んでいます。さあここで数万、一気通貫か飛車地球の三色、うん、でさらにドラを頭で使い切りたい。そうですね、さあ小さ切り、そうですね、ドラのトンガトイツ、そして一つい、なかなかマンズが入ってきません。まあ、菊原もあの多分トンもね切る気ないと思うんですよね、うん、はい、だったらもう引いちゃえばいいと思うんですけど、さあ一品をつもぎっていきます。こちらですね菊原、はい、急走切り、まあ、もしかしたらローピン、あんことかになったら、はい、トンタン切りリーチ打つのかもしれないんですけど、でもやっぱり怖いですよね。それは刺し子の3色になったらテンパイ取るとか、はい、山田はドラタンキ一気通過のイーシャンテンに置きましたね、はい、急走つもぎり、こちらが山田、そうですね。さあただ山田の欲しいトンがもうないんですよね、うん、はい、ああ勝又6チッパの3色でさあ転売が入りました。勝又3900、ああ差し子打つのか、トンを打つ気だ、と打ったおっと打ったやる気ですね。やる気です ですね。ああ一つにもいいシャンテン。さあ。ちといいシャンテン。では進んで。うわーリーチいった。おっとここで。
いやまあギャンブルリーチですけどね、はい、ギャンブルリーチですけど決めに行くってことなんでしょう。山田も連敗、うわただトンがもうない、はい、追っかけリーチなんだろうけど、だからトン切りで追っかけるか、あートン短期、これはもう山にない、はい、で勝又は積もれなければやめるでしょうから、さあ感知層で天敗が入っている勝又、やめる範囲もないのか、ならばこのまま大屋に通りそうな方から数層切り、さあ一つ岩初を打っていきます。そして三郎層の天敗が入っている菊原、三蔵ってどうなんですかね、三蔵は川にはあないですね、ないですね、山ないですね、山ですね、老層は手にも勝又に1枚あるだけ、あ山に1枚だけですね、はい、老僧1枚対トンはなしと、勝又の地位層は1枚、山田に1枚、勝又の地位層が一番強いですね、おっとあでもここで最後の老僧、これでやめですね、さすがはい、これで上がりはないと連チャンになりますね。さあ勝又の地位層は2枚山、さあしかしここで連層、ここはみんなそうですね、菊原さあここは山田と菊原2人転敗となりました。2人転敗での流局、いや菊原もあそこでトンを打っていく強さがありましたね、さあ怖いですけどね負けてる立場なら分かるんですけど、はい、怖いですけどね、で闇手に構えてて、はい、その後つもぎりリーチに行ったんで、うんうんうん、ちょっとプレーとしては怖いですね、はい、さあしかしここはさらに親番を続けます、菊原そしてドラは9万、南3局1本馬リーチ棒供託に2本です。まあ一つにしたらでもそうか、はい、ハネマンハネマンで届くのかな、31、30、31、35、さあ一つ、いやハネマンハネマンで届かないな、うーん、さあ親の菊原の出牌、ハネマンハネツモバイツモぐらい必要ですね、一つで、さあ点差が広がってしまいました。こちらいい層切り、さあリャンピンをあんこにした勝又、38ぐらいか、山田が40弱ぐらいですかね、40ポイント弱ぐらい、はい、実質的な点差ですね、さあ山田ここで地位層、位層を切っていきます、うん、そして3層を引き入れた一つ、マンズローワンとか打って、はい、とりあえず何からですか、うん、ドラ引いたら一面ツル使って引かないんだったら一気に染めるって手もありますかね、マンズを落としていく、そうですね、はい、さあ菊原、山田はイーシャンテ、はい、うん、パワーを打って、さあこれを勝又が仕掛けていきます、
勝又は飛車8球の3色で仕掛けました。はい、さあ両面に変化した山田。どうすんだろうこれ。さあパーソー闇点 C1 の闇点、はい、さあ菊原はスチマの闇点に構えています。勝又テンパイさあテンパイ、はい、さあ勝又ペンチ、チーピンを引き入れてペンチーソー。チーソーが一つ今欲しいところ。はい、うん、そうですね、一つ今チーソーを引ければ、はい、6球1でリーチ、うんうんうん、9-1詰まってハネマン、ハネマンからですね。しかしそのチーソーはもうあと1枚、そうですね、チーソーは菊原に1枚、山田に2枚ですね。残り1枚のチーソー、一つ岩引き入れることができるか。ということは菊原のスチーマン強そうですね。そうですね、このスチーマン場には1枚しか切れてない。はい、そしてチーマンが出ました。さあここで勝又からチーマンが出ます。ピンフ1500点の上がり。単葉ピンフですね、失礼しました。単葉ピンフ2900か3200ですね。はい、さあ菊原こちら闇手に構えていたのが成功しました。さらに親の連チャンを続けます。さあドラはローマン。なんかまた良さそうですね。そうですね。そして山田はやはり厳しい手牌か。そしてマンズが揃っている勝又。そしてこちら一つい。そうですね、菊原さあさらに数ピンを引き入れました。いいシャンテン。さあここは数万を打っていきます。いや山田は苦しい。もうこれは終わらずにかけるしかないですかね。この曲は様子を見てという感じでしょうか。いやー一つ今苦しい。さあローマンを重ねましたがどう、まあとりあえずイーソーあたり打っといてですか。はい、イーソー切っていきます。そうですね、ドラのローマンを重ねましたがまだまだ苦しいか。さあ菊原あんまり嬉しくないチーピンですね、うん、さあチーピンつもぎり。わあドラの子になった。さあここは上がっていきたいですね。山田ドラをワンコにしました。さあ一つ岩苦しい。そして菊原転売入るか。いやっぱそうですね、はい、どうするのか。リーチかけましたね。はい、では菊原リャンウッパーソーでリーチをかけました。山田は行くんですが、まあ、強気ですね、はい、パーソーが入り方によっては出てしまう。まあもうリャンウッパーソーはいっぱいか。1、2、3枚、山に9枚ぐらいいますね。山に9枚そ、もうそんな多くないか。1、はい、そうですね、ここに4、2、3、4、5、7枚ですね。あ、それでもそうですね、7枚、7枚います。
いやいや、あ、出ない方でテンパった。これはもしかしたら、さあ山田一句、これ追っかけリーチでしょうね、はい、悩んでいるが、いや追っかけリーチですよ。さあ、はい、ここで急走打ってのリーチ。さあイースーピンのテンパイです。さあリーチドラさんですね。さあイースーピン対リャウンパーソー、積もれるか。おっと、そしてここでスーピン。さあ裏は乗りませんがリーチドラさん8000、はい、8000の上がりとなりました。多分一応一つの条件確認が入るんですかね。一つは54,289、大丈夫そうなのかな。さあ条件を確認したところでオーラスに進んでいきます。3.7。いや山田も大きな上がりとなりました。多分一つは100万通貨か3倍満直じゃないですかね。うん、はい。山田は意外に近い気がしますね。今の上がりで一気に 16.3 近づきましたか。540-368は10、3、7、17。でもまだか。 33.5 ポイント点差はまだありますかね、はい、で 33.5 ポイントですけど、はい、8000オールでもうほぼ並び、うん、まあ、ちょっと下ぐらいです。6000オールでもう一上がりみたいなところになりますね。さあ第1期 JPML WRC リーグベスト 16A 択も最終戦オーラスとなりました。親は山田、ドラはウーピン。山田の手はいいですね。一つの手はちょっと役満っていう感じではない。カロンテは比較的軽い。そうですね、早そうですね。そしてこちらが山田。ああドラドラなんで十分6000オールぐらいは見えそうですね、はい。さあこのパーマン、ああ、はい、カンちゃんを嫌っていきます。だから入り方によっては8000オールぐらいまで見ての急ぎりですね、はい。うんうん、このチュンが勝俣に1枚、はい、勝俣からは勝俣の手が進まない限りは出ないかもしれないですね。これでチーワンツモか、ローワンとか引いてリーチを打つと6000オールが実際普通に6000オールになりそうですね。なんだ、リャンマン、そう、山田リャンマン、まあ、つもぎりじゃないですかね。はい、このままつもぎり。ロキュワンがよく見えるので、はい、ロキュワン引いてリーチ打ちたいですよね、うんうんうん、山田は。それかドラにくっつけて、はい、ドラ周りで2面つ作って、うんうん、でロキュワン待ちにするか G1。 あ、これは難しいな。あ、なるほど。さあここでチームを打っていきました。ローピンってどうですか。ローピン、山にあと1枚しかない。そうですね、これでもローピン引けたら相当強いですけどね。あ、引いた。うわー、これはすごい。さあここで山田からリーチが入りました。6球走の、あ、6球満の天敗となりました。お、すごいですね。ローマ一発もでもう8000オールですね。絶好の貫ローピン、いいペーコーが決まって、はい、すごいところを引いてきました山田。さあこの69万、菊原いいシャンテン、でも押せないだろうな。
6球1はこれいっぱいいますよね多分。1、2、そうですね、菊原に1枚と、はい、山5枚です。山5枚、高めが3枚、休めが2枚。ああ単葉に行った。さあ菊原間に合うか。カンウソーパーピン、さあ菊原、いやー今日ことごとく上がれない山田ですけどここは最後、そうですね、こんな劇的なローピンを積もった山田、ロー9番、さあ菊原はチーピン、だあ積もりたいですね。まだいますよね。そうですね、まだ山にはこの段階で5枚ですよ。さあ自身で積もってくることができるか。いや言いそうって、うわあこれじゃないっていう感じですね。そうですね、はい、ロケはどちら積もっても6000オールからですから、はい、ローワン積も裏1で8000オール、8000オール、うん、9万でも裏で8000オール。さあ、いいピン、なかなかここは誰も積もりませんね。いやもういるでしょう。さあそろそろ、うわまだいない。ヤンマン、いやこれまだ5枚でしょ。残り少ないですか。1つこれじゃダメです。スワンゴリしなきゃでもいけないんで、ここはパーピン切っていきます。まだいい、まだ5枚。ここいや違います、ね、しまだ5枚、まだ5枚、なかなか出ないですね。さあ勝又はオラ線に来ました。サブローピン、はい、単葉サブローピンの転廃が入ります。さあ1つまだ5枚、本当まだ5枚なの。うわまだ5枚、さあうわ休め、裏はあ乗らず、でも6000オール、はい、リーチツモ一気に近づきました。ピンフイーペーコー、そしてドラドラですね、はい、6000オールの上がりとなりました。山田 16.3、今さあ上に 6.8、 6.8、 もう1万点ないですね。 9.5 ポイントです。お、だ26ホールで逆転です。はい、もう1万点いない。5800直撃、4800の1本馬か、 4% の直撃ですね。でも山田はラスウェアなんで伏せれないんで、はい、やっぱ2、逆に4000点以上上になりたいところですね。さあ山田は少しホッとしたのではないでしょうか。いやまだできないです。全然ホッとなんかしないです。少しはただ見える。いやいやいや、あの逆転して4000点以上の差をつけて初めてちょっと一息ですよ、うん、それでもまた逆転される可能性は十分あるので、はい、さあ息も詰まる戦いここまで来ましたが、さらに山田の親番が続きます。ドラはローピン、そうか、一つは多分まだ役満条件ですね、役満積も条件ですかね、はい、第4局一本場を迎えております。さあ一つ、原はちょっと手が厳しそうですね。山田はなんだこれは、トンはどこだ。とりあえず本一行くでしょうか。ここで嘘切り、これ何、まあ泣けるかちょっと微妙ですけど、はい、そうですね、こういう状況になるとね、もう自敗が当てにならないんで、勝又の手が一番早そうですね。勝又は山田の打敗で終わらせに行くかもしれないですね、うんうんうん、
さあそして勝又の手配、そして一つい、さあ山田何を積もってくる、一品積もぎります。トンはどこですか。トンはですね今勝又一ついに一枚、あ一ついですね、はい一ついに一枚、あとは山ですね。山田はトン引いたらどうするんでしょうかね。そうですね、とりあえず本一にはしそうですけど、ここで本一にするか。さあここでしましたね、はい、中ピンを切っていきます。さあ今をあんこにした、あなんかトンなんじゃないかって思うとハラハラしてしまいます。さあ勝又もう終わらずにはいってますね、はい、あここでトンがここに来た。菊原も手は進んできました、はい管理暗装を引き入れました。さあ初を打っていきます、うん、うわおっとチーマンが入りました山田。ただ難がねどこ行くかで、うん、もう一つのこの難は出ないでしょうから、はい、いいシャンで白行くか。さあいそうここで白を行きました、はい目いっぱい切ってきました。さあ菊原進むか、ピンズに手をかけた、はい、トンいやトンだけどこれはさすがに、あそうですねさすがに少数し、まあトンが重ならば別ですけどね、残り1枚のトン、ただ他の自敗が出てくるか、うんちょっともう風灰が1枚も出てないちょっと異常な状態になっちゃってるんで、誰も今は切れない、いや切らないですよね、はい、うわーおっと3枚も重なりました。さあここは切ると、はい、切っていきます。ただもうこうなると、はい、シャワンコかペーですら出ないんじゃないかな、うん、なんでメンホンチートイツリャンマンがローマン重ねてのメインホンチートイツ、はい、にならないと、あと勝又が上がった、おっとここで勝又の上がり、単位落ちといて3200、はい、これで菊原が逃げ切りましたね、はい、勝又が終わらせに行きましたね、はい、菊原は勝者とは思えないようななんか表情でしたけど、そうですね、うん、ほんなんかちょっと悔しそうな表情ですね。やっぱり自分がギリギリの通過だったのを、でも通過し、いや通過なのは分かってるはずですよ、もちろん分かってると思います。さあここまで来ました。さあトップの通過は勝又、そして2着ですね菊原、そして3着山田、そして4着一ついの上がりとな、あ一ついとなりました。さあ最後まで本当に目の離せない戦いとなりましたが、というわけで最終戦、4回戦が終了しました。ベスト8への進出となったのは勝又健二プロそして菊原雅人プロとなりました。はい、それでは先に敗退された2名山田博之プロ、そして一つ井真也プロのインタビューから行っていきたいと思います。あれさあ山田プロがいらっしゃいました。ここ1個閉めるんじゃないですか。私が奥に行けばいいですね。
申し訳ないです。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。さあ、山田プロ、一つ井プロ、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、今日4回戦終えまして、そして山田プロ、最後の最後まで大きな点数でギリギリまで粘っていましたが、さあ、今日の試合いかがだったでしょうか。あれ、浦野って千何百点ぐらいの差でしょ。はい、千オールとか、ね、ローマン積もって浦野ってみたいな感じですか。まあ、で近くなるぐらいで、まあ、最初が悪すぎまして、1回戦はまあなんか最後帳尻あったというか、すごいラッキーしてそうなっただけで、2回戦の入りで何打ったのか読めなかったですね。あれ、勝間さんに言ったチーピン、はい、勝間さんのピンズはほぼ全部通ると思っちゃってたから、まあ、普通にローピンから打てばいいのに、なんか焦ったというか、まあまあ、あの瞬間なんか当たるとは思ってないんですけど、何本されて結局なんかその辺もいつもより集中がなかった、ファンパイができてなかったので、なんか前がかってますよね。そうですね、あの普段リーグ戦でやってる感覚より、やっぱまあトーナメントっていうのもあるのかもしれないですけど、いやちょっとこのバランスじゃ勝てないですよね。ちょっと補充が多すぎたし、前がかってたなって、はい、あの切れ味、攻めの切れ味あるんだけど、やっぱり、安定感がなかったですね。そうですね、そんな感じが、はい、ありましたかね。そうですね、はい、補充が多すぎましたね。勝又さんに何点打ったか分かんないなんか、まあ、途中からはもうあのわざとではないですけど、まあ、ある程度勝又さんに打つ分にはしょうがないと思って、もうそうですね、もう3人の競りにしないといけない展開に自分がしちゃったんで、はい、勝又さんがバッて行ってくれると、トップ取ってくれると下が競れるんで、はい、まあ、結構理想的にはなったんですけどね、最後の、まあそうね、最後の反射を迎えるとき、まあ、けどやっぱ木川君がしっかり、まあ、最後の粘着するべきかどうか難しいんですけど、そこはまた別なんですけどね、まあ、よく打ってたんじゃないですかね。その辺はあと勝間さんに話をしてもらえないんじゃないですか。そうですね、自分は以上です。さあ、一つ井プロいかがでしたでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、この同期対決みたいな。そうでしたね、同期対決は多少意識してましたけど、やっぱ それはやっぱり僕が一番活躍できてないんで、まあ、ただそれ以前にもうすぐちょっと入り込んじゃったんで、ただ1回戦 あのパーソーうち あのボーンヘッドが自分の中でちょっと、あ、3色の、そうですね、あの背景のやつ、突然、あ、シャボないや、パーソーパーンって突然打ってしまって、そう、リアンピンがノーチャンスで一枚見えで、そうなんですよね。ただリアンピンはシャボがあるや、じゃあどういう思考回路か分かんないですけど、なんか3色があるのは確認しないと上の3色ありそうな捨て牌でしょうね。そうそう、ちょっと急走手でパーピングリリースだったので、そうですね、ピンズの上がありそうだから、ね、途中でもあのパーソーが出るかと思いつつも抑えましたが、最後どのテンパイスが入るかみたいな、まあ、あと、まあ、選択肢とあの手が入った時のやっぱりそうですね、もう自滅っていうか、4回戦ちょっと焦ったかなっていう気はしましたけどね、あの木川さんの親番の時に流しきれなかったというか、うん、そうですね、まあそうなんですね、まあとりあえず数層の現物待ちだから、とりあえずもうあそこに連チャンが一番嫌なんで、まあ、親の現物でテンパイ入れてまでは良かったんですけど、その後ヒロさんの進行にやっぱり意識がいってしまって、でそうですね、換算腕で7700とか、うん、やっぱちょっと自分の中で想定してなきゃいけなかったところをやっぱり見損じていましたね。まあそうですね、でもテンパイならしょうがないとも思いますけど、うん、泣くならある程度いかないとしょうがないですよね、うん、もう もうそうなるのも、そういうのをひっくるめて、まあ、ちょっと焦ってじゃないかなって、あの動き出しがねちょっと焦りがあったり、まあ、そう、関数層のテンパイっていうのはまだ正解だとしても、関数層にたどり着くまでがやっぱり三射点ぐらいありましたね。ちょっとだから安い仕掛けから入って合計残りから、まあ、最終的に関数層なんだけど、その待ちのいい良し悪しじゃなくて、最初の動き出しがあの9番でしたね確か。ドラそうですね、うん、で確か山田さんもなんかあれ仕掛けかリーチかなんか、だからあ逆か、うん、逆か、菊原
カーが来たのかな、ね、自分は違います。で逆に山田さんから見ると、はい、どっちが高いか分かんないような、うん、そうですね、まあ、最初は一つ井さんが高いと思ってましたけど、はい、統一以上あるんだなと思って、K1 つもぎられて、いや観光から切るはないよなとかよく分かんないことを考えてます、ね。でだからそう安いっていうのが分かっちゃったんで、うん、だとあの仕掛けだと逆に菊原さんが来やすくなる、うん、そうですよね、親が来ちゃうと。だからまあその含めとの動き出しが焦ったかなっていう気がしました、うん、ああそうですね。まあいや自分が前に出てもし上がるぞって言った曲が今日一日通してなくて、あのスーピンローピンの時ぐらい私はだけ感触がすごくあって、あそこの曲はもう初めからもう、あ俺の曲だと思って行ったんですけど、その他がもうなんかやっぱりもう最後のトンボの親番も、まあ、ハイパイすごいんですけど、これどう仕上げればみたいな上がりまでがもう全然もう不利だって、シャンテンのところでもう感触がなくなってで4半チャンあって、うん、自分がやっぱりそうですね、上がりにまっすぐ行けないっていうのはやっぱり勝てないですよね、まあ、3半チャン目の終わりがなんとかうまくサブロッキーフに対して行けて、並びがギリギリ良くなったから目があったんですけど、あそこの曲次第でもう僕一人脱落してしまうんで、うん、そうですね、うん、あの曲ね、岩場でテラスになってくれて、まあ、けど行かないとしょうがない、ね、そうですね、あそうです、自分も白は危なかったけど、だパワーウーマンの時点でもう僕あれもう、あこれで刺さったらもう次のハンチはもうかなり厳しいなっていう気持ちで、うん、まあけど降りても厳しいからしょうがないよ、ね、行くしかない、まあ自分は一つ下に全部投げましたけどサボりましたけどもう勝負どこになっちゃう、まあそうですね、うん、後半は本当に行くしかないという場面が多かったと思いますが、行くしかないって難しいですよね、難しいですね、その6000オールとかも多分自力では積もれなかっただろうし、うん、まあ結局でもあれ山号なんですよ、あそうなんですか、そうなんですよね、でそれも6が3枚、9が2枚で高めのまあもうどこ行ったんだってなかなか出てこずに、だからあの積もるまで山号なんですよ、はい、ああそうなんですね、あんだけ短くなって もうないのかな、6固まってんだな9も抑えられて、まあさすがに7、8って切ったら6、9万悪くないのに払ってる以上相当危ない、うん、ほとんど打ってくる人はいないっていう、まあけどリーチ打たなきゃしょうがないですもんね、闇点でも全部足んないんで、結局一緒ですもんね、闇点で1万2000ちょこってのね、そうですね、だからそれだったら8000オールの可能性を、はい、さらっと3万勝負したんですよ、あんなもちろんそれ打ってるのか何なのか分からなかったですね、20あってなんかまあ数学校シャンテンに結局トーンと落としてもあったんですけど、なっちゃったから、まあ、とりあえずもう残り廃止もう2枚ギリギリあるかないかと思ったんですけど、まあ、とりあえず最後チャンスかけようかと、はい、最後まで本当にチャンスに向かってまっすぐという感じでしたが、本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、次は勝った人がね、はい、明るく来るから、お葬式みたいです、そんなさあ山田プロそして一つ井プロからインタビューいただきました、お疲れ様です、さあお疲れ様です、お疲れ様です、はい、すいません、さあこちらにはベスト8の卓8進出となりました勝又プロそして菊原プロに来ていただきました、お二人ともお疲れ様でした、お疲れ様でした、勝又プロは本当に1回戦から好調というか、はい、最初の入りあんま良くなかったですよね、いやでもなんか今日上がれてはいたんですけど1回もつも上がりがなくて、はい、うん、なんか全然感触は良くなかったですけど、まあ、手は入ってましたんで、うん、やっぱついてはいたかなと思いますけど、スワンかして、あはいはい、イースそうですね、はい、ヒロさんから8000上がった曲ですね、はい、あそこからなんか火がついたというか、うん、あの普通に上がれて上がれてみたいな、うん、まあ、まあその後も横綱相撲って感じでしたけどね、まあでもなんかそんな展開がすごく
自分が展開良くなるようにしてたわけじゃないんですけど、うん、自然と展開が良くなってくれたなっていう感じでしたけど、逃げれて、うん、ポイントが離れていってっていう感じで、どんどん頭一つ抜けていく形になっていきます。まあそうですね、はい、苦しいとこは、まあ、1回だけね、あの自慢のベタンで8000打っちゃったとこはね、うん、まあ、あんなの切る人はいないですよね、普通にねまあでちょっと苦しくしちゃいましたけど、まあ、その後も手は入ってくれたので、そうですね、はい、はい、さあ、で、あんまり、はい、あのそんなに意識してチートイツの選ぶ場面もそんななかったですよね、今日は。そうですね、なんかいや、ハイパイが悪くてチートイツしなきゃなと思ってる時には、うん、まあ、チートイツするまでもなく他の人が上がるみたいな展開だったんで、するまでもないような手だったりって感じで、やっぱりそういう手をもらったらこういう結果になるのかなっていう気はしましたけどね。さあ、ありがとうございました。そして菊原プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に疲れたと思います。そうですね、はい、1回戦にも勝俣さんがもう出来がすごい良さそうだったんで、まあトーナメントでちょっと追っかける立場で2着なんとかもぎ取ろうと思ってて、うん、どうなんですかね。多分ね、それはまあ勝俣さんとか山田さんっていう、はい、まあ、ある意味ビッグネームで、はい、うん、影に怯えてるような部分もあったとは思うんですけど、はい、まあまあ、あとあのオーラス3回戦でしたっけ、はい、ウーアンでロンジ言われた時の心境そうですね、あれがなければもっと楽だったじゃないですか。そうです、ね、あれがでロンって言われて、であそこもやっぱりちょっと守りを入ってて、多分ウーアンって通ると思って切ってると思うんですけど、それが実際捕まってしまって、しかも77、8000か、8000ですね、ハッピングで、ハッピングドラさんでしたね、677、はい、であそこで苦しくなって、ただまた最後自分で盛り返して、ただあの最後の親番で連チャンしてたのがどうだったかなっていうのは結構思いました。なんか連チャンするのはいいと思うんですけど、全然決まりじゃないから、うん、リーチ打ったらよかったと思いますね。僕から日給上がったのとかが、日給残にだとちょっと連チャンの価値が少ないかなみたいなのね。リーチ打って万願級になれば決まり手だし、ね、決まり手だし、一気に総評、だから上がりに行くことが悪いんじゃなくて、安手で連チャンすることが微妙ってことですよね。で最初、一つ井さんから直接1500でしたっけ、はい、だからそう、ああいう連チャンだと相手に、はい、あのワンチャンス与えちゃうこともあるんで、うん、あの決めてに行くのはいいと思うんですけどね、はい、まあ、そんな辺ですかね。2回戦オーラスでは角上がりをしてなんとかトップになりましたね。そうですね。そして逆に3回戦オーラスでは8000の報酬で終わってしまってって、本当に1回戦ずつがかなりドキドキしたと思うんですけれども、ね、めっちゃハッとする瞬間が多くて、はい、最後のあのスチーマン積もったやつも、うん、なんか下茶日本一やられてて、まあ、白がローン上がりできないかなって思ったのがあったから、馬打ったんですけど、うん、やっぱりあれで積もれたのがすごく大きくて、うん、なんか後半戦ちょっと、まあ、選択肢ができたというか、うん、あれでもし、まあ、上がれなかったらちょっと選択肢が狭まってた部分もあったなって思うんで、まあ、そこはすごい、まあ、良かったなって思ったところでしたね、今日唯一というか。まあ、これでねベスト8ですけど、はい、どうでしょう。そうですね、ちょっと同期が翔太くんと上田くんと2人残ってるんで、暴れん坊2人そうですね、まあなんとかなんか乗り遅れないように頑張っていこうかなとずっと思ってたんで、なんかいいところが見せられたらなと思うんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そして勝俣プロもベスト8に向けていかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、僕はシードをもらって今日からだったんで、
まあ、最低限決勝には行かなければいけないなという思いで戦ってます。来週も頑張ります。いやでも本当勝又さん大変だと思いますよ。この今一番大事な戦いをやってる最中の戦いなんで、決定戦の真っ最中、気持ちの作り方とか難しいと思いますけど、まあ、でもまあでもなんか、はい、あれです、嬉しいことなんで、マージャンプロミューリーにつきますよね。その大事な対局が続くのは、それは確かに、本当になんで本当にむしろ僕は結構体力には自信があるので、大事な試合が続いてくれた方が、どんどん気持ちも盛り上がっていいマージャンになっていくんじゃないかなと思ってるんで、はい、また土曜日の鳳凰戦と来週のベスト8とどっちも自分らしく精一杯頑張りたいと思います。はい、お二人とも本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、どう切っていいかなと思っちゃいました。さあ、あれ皆さん、上から指示ないんですか？あ、特にないですね。じゃあお任せだと思います。あ、怖いです。お任せですって言われちゃいました。では本当に皆さんありがとうございました。明日 B 卓ですね。はい、はい、その告知をはい、その告知をして、はい、では B 卓なんですけれども明日になりますね。はい、1月31日火曜日17時からベスト8、ベスト16 B 卓の放送となります。皆さんぜひこちらもお見逃しなく。対戦相手は、さあ対戦相手、おっと失礼しました、確か翔太さんですね。そうですね、はい、失礼しました。さあ翔太雄生プロ、西岡範康プロ、はい、土井聡プロ、はい、そして中村慎吾プロとなっております、はい、さあトーナメントを勝ち抜いたこの4名、そしてはい、そして実況は私エリカ・マイコ、そして解説はヒロ・柴田さんとヒロ・柴田プロとなっております。はい、では本日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、では本日はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。